はい、どうもグリーンデザインチャンネルです。今回ですね、こちらのガジュマルですね、こちらのお手入れをしていきたいなと思います。暖かくなってきて、結構ガジュマル持ってる人多いと思うので、まあ暖かくなって成長してきて、大きくなったガジュマルでどうしたらいいのかっていうところで結構お困りの方いらっしゃると思うんですね。で、今回は、我が家のガジュマルこんなにボンバーになったので、ちょっと剪定してね、さっぱりさせていきたいなと思います。前に植え替えをしたんですよ。で、このいい鉢に植えてこんな感じで、2個ですね。ここに1個2個って植えてあります。で、このミニカーはね、ちょっとなんとなく、ちょっと山の中に入った車みたいなのをちょっとイメージして突っ込んでみたんですけども、で、前はね、ちょっとここに苔を張ったんですけど、苔はね、うまいこと定着せず枯れてしまったので、まあ、あえてこのまま残しております。で、葉っぱの方はですね、こんな感じで新芽がどんどん出てきておりまして、もうあっという間にこんなに伸びちゃいました。もともとボリュームはあったんですけど、最近暖かくなってきてからさらに加速しまして、なんか横にすごくこう張ってきたり、こう上の方にヒューンって伸びたりしてるので、まあ、このあたり今すごくいい感じに芽が伸びてるので、ちょっと切ってさっぱりさせたいなと思います。早速ね、カットしていきたいと思います。ガジュマルはもうぶっちゃけどこから切っちゃっても大丈夫です。もう太い幹からバチって切っちゃっても新芽は必ず生えてきてくれますので、安心して切ってあげてください。で、一応ですね、こう枝があったら切るポイントなんですけども、なるべくこういう、中途半端なところから切るんじゃなくて、この葉っぱが出てるこの際のところから葉っぱを残すようにしてカットしてあげてください。まあ、例えばで言うと、ここで切ってみると、まあ、こんな感じですね。パチって切って、で、葉っぱがこう、残ってますよね。ちょうどこのギリのところで切ってあげるといいです。で、ガジュマルは切るとこうやって白い樹液が出てくると思います。この樹液が出てるときは、木がとても元気な証拠なので、まあ、なるべくちょっとベタベタするし、これあんまりいいものじゃないので、こういうティッシュとかで拭いて、手とかにあまりつけないように、あと目とかこれでこすんないように気をつけてください。で、切った方からも出てくるので、まあ、切った方もしっかりちょっとティッシュとかでちょんちょんって拭いてあげてください。じゃあ、全体的にボリュームを減らしていこうと思います。強く剪定するときはもう下から2目残して切るぐらいでしっかり切ってあげても大丈夫です。例えば今切ったのはこちらなんですけども、こっちに生えてるこの枝とかですと、今ここに葉っぱが生えてます。1節で、ここが2節目、で3つ目の葉っぱがここにあって3節目ですね。なので1つ2つってこの2つ目のところから切ってしまって、これで2つ目を残すぐらいで強く切っちゃっても大丈夫です。まあ、ただ、まあ、どのぐらいの長さにしたいかっていうのは、まあ、人それぞれ違うと思うので、お好みの高さでカットしてあげても大丈夫です。ではちょっと引き続きどんどんカットしていきましょう。結構量があるので、バチバチ切っていきたいと思います。ガジュマルなんかは本当どんどん芽が出てくるので、しっかり切ってあげて、いっぱい切っていっぱい枝を生やしてあげた方が、まあ、木の形はかっこよくなりますので、
まあ、なるべくちょっとボリュームが出てきたら切ってあげる、でまた出てきたら切ってあげるっていう風にこまめに剪定してあげた方がいい形を保てると思います。木の内側でこうやって交差するような交差してるんですけども、こんな風に交差する枝はゆくゆくぶつかり合ったりするので、こういうのはもう根元からカットしちゃいます。まあ、メインになる枝を残していって、今回はこっち側を残してあげました。こっちを根元から切ることで交差しないようにカットしました。あとはこう真上に向かって伸びてるような枝っていうのはちょっと見た目が良くなくなりますので、真上に伸びてるようなやつは根元からカットしちゃいます。あとは勢いよく伸びてるような枝ですね、勢いよく長く伸びてるような枝などもカットしてあげた方がいいでしょう。はい、では一通り、今剪定が終わりました。だいぶさっぱりしましたね。で、あんまり葉っぱが密集してしまうと中の方、風が通らなくなってしまって蒸れたり虫が湧いたりすることがありますので、なるべくこの株の真ん中の方は空気を通すようにして開けた方がいいでしょう。で、短く、切ることによってここからまた枝が出てくると思います。で、枝ぶりが良くなるとそれだけ木がかっこよくなりますので、なのでなるべくガジュマルなんかは低く育ててあげて、で枝を密集させた方が見栄えがね良くなりますので、まあ、こまめに切って枝数を多くしてあげることをおすすめいたします。ではちょっと全体を見ていきたいと思います。こっちが背中の方ですね。背中から見てもしっかりすっきりと枝が整ってますね。で、横から見てもしっかり隙間が空いていて、これで蒸れることはないでしょう。はい。で、例えばもっとこの幅を狭くしたいという方がいらっしゃるようでしたら、ここをもっと横出てるところをカットしてしまってもっと小さく仕立ててもいいかなと思います。まあ、今回はちょっと全体的にサイズを抑えるための剪定なので、まあこのぐらいでいいかなと思います。はい、ではですね、今回はガジュマルの葉っぱのお手入れですね、剪定についてお話しいたしました。これから観葉植物結構葉っぱ出てくる時期ですので、ぜひ、この動画を参考に剪定してみてください。はい、ではこの動画もしよろしければいいねボタン、またチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。